X タウンシティ250っていうタイプですね。こちらの中古車なんですが、納車整備をさせていただいて、で登録から半年ぐらい経過で4280キロ現在走行ということで、まあ普通だったらね、エンジンオイル変えてやって、あ、これで OK ですねみたいなね、感じのような気もするんですけど、とりあえずオーナー変わりますから、ブレーキのクリーニングとかね、そういうのはやって、それからでドライブケースは、先日開けました、あとエアクリーナーの、ね、点検をしてございます、うん、でとりあえずこちらはキムコの3ポットキャリパー、ね、フロントダウンタウンとか、そういった車両、大きいタイプの車両に、採用されているタイプです。でまずパッドピンがここにあるんですけど、パッドピンの裏側にこうキャップマイナスの切ってある、よくあるじゃないですか、ね、日本のメーカーのやつもね、はい、それが手前側じゃなくて裏側にあるんで、まず裏側を外さなきゃ、これがちょっとね、ホイール越しにやらなきゃいけないのが気持ち面倒だな。あとパッドピンもだからそっち側、こっち側から入ってるんで、なんでこっち側から入れたんですかね。やっぱりまあ理由があるんだろうと思うんですけど、でまあもちろんこれはねそんなに固く締まってないんで、まあ、こうやってね、で多分問題、あれ外れたね、これこういうねマイナスの切ってあるやつですね、はい。そして、パッドピンが入ってるんで、まあ、パッドピンは先に緩めとかないと、外してからだとちょっとキャリパー外してから緩めるの大変なんで、でやっぱりねこういうエクステンションパーつけてねこうやるんですけど、でホイール越しだからまあもしね、これ当たらないからですけど、まあ、気になる場合はホイールに養生してね、やっていただく、ね、そんな感じです。よし、さあそしたらですね、このキャリパーをね外してっていうことになるんですけど、まあ、いろんなものついてるんで、まあ、外した方がいいですね。このセンサーね、センサーとかこう引っ張っちゃったりするとね、切れたりなんだり、高額出費が待ってますから、まずねこの辺をね緩めて外してから、まあ、キャリパー外してで、ブレーキパッド外してクリーニングしてで、またグリース塗って戻すというような感じですかね、はい。でブレーキフルードも、まあ、この車両自体が製造がどれぐらいなんですかね。で、まあ、キムコのやつそんなにねこう長期間置いてあるとか、ブレーキパキャリパーとかね、ブレーキですか、うん、そんな雰囲気じゃないのでね、うん、だからまあ色もね全然汚れてないですしね、うん、まあ、半年で買える必要ないのかなと、思うんですけど、うん、まあこれが1年ね経過したら変えてもいいかなって思います、はい。それはやっぱりダイヤフラムの裏側にね抜けてきちゃってるんで、はい、でそれ放置してると変えないまでもそれを掃除するとかね、そういうのしてもいいのかなってね、そんなことは思いますが、いかがでしょうかということで、はい、X3 ね、X3、キャリパーは12、そして遠ミリ8ミリいっぱい使いますね。さあそしたらね、まあ、ちょっと T レンズで対応してますが、まずこれ外しますか、センサーね、 ABS センサー、何でも外してとかやりやすいです。結局、コース増えちゃうんで、めんどくさいっていうね、外す、こう、一回外すとこういうのね、うん。ただ外した方がやりやすいんですよね、結局ね。うん、外さないでやると、こう引っ張ってるとね、難しいんで、外してると。ね、これは新車の時に緩めてるから、外れますよね。はい、そうしないとこう、時間経ってると、フェンダーの樹脂の部分に板ナットを入れて、結局締めてるんで、で、時間経てるとこう傷んでくるじゃん、老化してくるんで、そう割れちゃったりしますからね、はい、だから最初に緩めとくのがいいですね。でまあグリス塗ってこうクッて締めとくね、はい、あんまりこうガッと締めないね、はい、あんまり強く締めちゃうと悪気になりますからね、緩めるときにね、まあ、フェンダーの根元が出ちゃうんですよね。でこれは X タウンっていうタイプ、ダウンタウンのまあ後継者になるんですか、ね、X タウン、それのフラットフロアタイプでシティっていうタイプですね、はい。これの他に普通の X タウンっていうのがあるんですよ、いわゆるフロアですね、ここがこうあるやつ、うん、それもいいですよね、うん、でもこれもなかなかねやっぱり認知度ですよね、まあ、もちろんそれだけでも知っててもやっぱり日本のメーカーってね、そちらに行く方もいらっしゃるかもしれませんが、うん、ね、こういうのがやっぱほら売れないところはキムコ大変なんで、大変っていうのは変ですけどね、やっぱり売れてほしいですね、うん、売れてほしい、
っぱり日本は難しいっていうことになる、なるからね、そうなるとね、やっぱり売れないっていうね、うん、で最終的には、撤退しますかみたいな話になるとね、寂しい、そう、ね、寂しいですよ。ただね、最近のあれらしいですよ、結局ね、GP125 とかが、あ、うちの動画はね、あの、そういう説明の動画もあるんですけど、基本的にはあのいろんなことただ喋ってる、私がね、整備しながら喋ってる、でこう整備と関係ないことを喋ってる場合が多々ありますから、まあ、それが面白いと思っていただける方にはね、続けてみていただけると、と思うんですよ。ね。はい。ね。なんか、中毒性があるって話を聞いたことありますけど、そうですか。まあ、それはなんですけど、その、まあ、私が伺った話ではね、統括に伺った話では、で統括の言ったあれね、とかね、私、まあ、GP125 がね、うん、普通にあの在庫がやっと在庫が持てるようになりますみたいな話をね、あのされてたんで、まあ、うちとしては、まあ、てっきりね、大手さんとかがやっぱりね、大量にパッともう予約しちゃう、買っちゃおうかな、あのあ10台くださいとかね、ほら、店舗がいっぱいあれば20台ください、30台くださいみたいなね。そうするとほら、あっという間にもう次回入荷も終わりみたいな、そんな何千台って入れないから、キムコはさすがにそれ無理だから、日本だと、まあ、結局そういうことなのかなと私はね、そんな風に思ってたんですけど、違うみたいですね。あのどちらかというと普通の店舗、あの個人店みたいなね、小さいお店があの買っていただいてますってね、で次回、そうですね、次回いつ入るかわからないですねみたいな話だと、ああじゃあ2台くださいとか3台くださいとかね、そんな感じでそういうちっちゃいお店が結構買ってるんです、買っていただいてるんですっていう、まあ、注文いただいてるんですっていう話をされてたから、やっぱり結局なんか日本のメーカー入らないみたいですよねっていうおっしゃったんで、そういうことみたいですね。だ大手は逆に入るんでしょ、味方で言ったらね、日本のメーカーね、うん、だ実績とかあるから、前年度の実績がどうだとかそういうので、あと余震ね、まあ、一番大きいのはそこらしいですけどね、お金をいくら入れてるか、うん、最初にね、うん、そのお金が少ないと、やっぱり買えないっていうね。売ってくれないっていう。回してくれないとか、そういうのもあるみたいですね。はい。やっぱり重要みたいです、お金って。まあ、そりゃそうだよね。まあ、過去に、まあ、今は保証金だとかね、うん、やるなんだとか、あと、お金をどれだけ最初に預けとくかとか、まあ、そういうのはいろいろあるみたいで、そういうのがいろいろ絡んで、ね、パッドピン。ね、汚いですよね。うん、で、ブレーキパッド。ね、これが、あの、キムコの3ポット。タイプね、パッドです。これね、はい、そう。そういうのがやっぱりあって、なかなか、あ、ちなみにね、これ外れるんですよ、受け側ね。これ、ボルトで3本で、4本 ?3 本か、3本で止まってるんですけど、これ緩めるとこれが外れて、で、このピストンはこれ外さないと抜けない。そういう仕組みなんですよ。ね、外れましたね。で、これ汚いでしょ、これ全部綺麗にしますからね。はい、で、まあ、そういうことで、結局、あだからまあ、何の話だったんですか、買える買えないって話ですよね。だからやっぱりなかなか入ってこないと、うん、で大手さんだったらやっぱりほら、まあ、前年度の実績っていっぱいありますよ。やっぱりメーカーはやっぱりどこまでいってもそこなんですよ。でもうこういう車両が入らない時代になっちゃうと、前年度の実績って作れないでしょ、もう作りようがないんだと、入らないんだもん車両が。もしくはもう不人気車、いわゆるメーカーが在庫してるような車両、いつでも注文できますよ、ね、あるから出せますっていうような車両を買うかしかないね。でも、まあ、聞くところによるとね、あの一番大きいメーカーとかだと、その車種ごとの実績みたいな、だから CUB ね、 CUB P 一緒そのものじゃんダメだ言えないや、あとなんとか X ね、何々 X とかね、あのパソコン X みたいなパーソナルコンピューター X みたいなやつね、あと例えばそういうね、まあみたいなね、そういうあのレベルみたいな名前のやつとか、そういうのを結局全部の実績みたいなので別にね、こう車種ごとにあるみたいで、だから例えばあのパソコン X がは入るのに、いやー CUB は入らないんだよねっていうお店もあるんですよ。全然逆に CUB は入るけど、いやーパソコン X 入んない全然っていうところもあるみたいですよ。そう、注文してもう半年、いやもう8ヶ月ぐらい経ってまだ来ないんだよね。だからそれぐらいもうメーカーとしてもね、こういろいろやってるみたいですよね。で結局大手さんはっていうか、あの、うん、入るみたいなね、やっぱりね、当たり前ですよね。ただ大手さんが売る台数って多いから、入るんだけどすぐなくなっちゃうね。10台入ってもすぐほらみんな
言っちゃうよ、もう決まっちゃってる。そういうことですよ、要は。だから1台入ってもすぐ、ね、そこに10台行っても困るっていうね、うん、いやうちそんなに売れないっていうかね、まだ注文向けてないと。でも売れるんだったらいくらでも注文しますよね、入れますよねって言いたいところだけど、でも現実はできない、いろいろあるみたいです。ただ結局小さいお店だともう台数入ってこないから全然買えないから、そうするとじゃあキムコだったら買えるからキムコにするかっていうことになるとかね、うん、そういうことみたいですね、はい、うん、まあね、そんな感じみたいですね。ただまあそうは言ってもじゃあキムコだったら入るのかっていうと、まあ、それもだんだん難しいね。そういうでキムコで入るのはすぐ買えるのは GP125 以外、GP125 だ、一番安いあのタイプじゃなくて、でやっぱり個人店だと例えば KRV とかね、在庫ってのはやっぱちょっとって思うと思うんですよ。売れないよこれって思うと思うんですよ、うん、だからやっぱり一番安いね GP125 っていうね、うん、まあ、そういうことになると思うんですけど、うん、まあ、そんなような流れじゃないんですか。全然やっぱりずっとほら注文が結構来てて在庫を持てなかったっていうね、メーカーが、うん、みんな売れもうなくなっちゃう先にね、決まってるっていう、まあ、作れないっていうのもあるみたいですけどね、やっぱりね、工場でね、そんなにいっぱい日本向けのやつをね、そんなにいっぱいは作れないっていうね、そういうのもあるんですね、はい、だから、まあ、もちろんね、私のほら話半分で言うよ、半分以下でね、推測みたいなね、ありますからね、綺麗ね、これが重要です。これが綺麗にならなかったら困っちゃうでしょ、ね、でパッとピンね、ピン、ね、これもね、汚いけど、こう拭くんですよ、ね、あら不思議、綺麗になりましたね、振り損ってるからね。キャリパーもおそらくね、拭くとね、違うんですよ、こう拭くたってなってね、違うんですよ。 それをこれがもし何もやってないと大変、うわあ、もうこんだけ汚れてたら、あ、落ちないっつって、まあいいやっつってね、結局でもそれはブレーキキャリパーが真っ黒っていうね、汚いとか腐食してくると、その価値がね、うん、やっぱり腐食してるの嫌でしょどうなんですよ、キャリパーが、キャリパーが腐食してる車両はやつはちょっとなんか見栄えが ね、うん、ね、キャリパーパッドピストン腐食してないグリス塗ってあるからね、こういうところも全部、まあこれ外していいんですけどね、外れるかな、こっちこのちょっと大きいので外せないんだ、これがパッドスプリングね、スプリング、はい、これもこう拭けばね綺麗に落ちると、ね、だからやってるんです。だからあれだね、何にもやってない車両、それを一からやる場合はやっぱり高くなっちゃうね、うん、点検でこれみんなやりますけど、うちでほら新車で買っていただいてる車両だったらやってるからね、だいたいこうやって言いますけど、まあ落ちないでサビも出ちゃってるし、全然ほら錆びてないでしょ、4200キロ走っててこれですよ。そうすると結局これをね、ルーターで削ったり何台とかね、うん、ね、あとやっぱり掃除するの大変でしょ、うん、だから高くなっちゃう、これはうちで買っていただいた車両を安くするって厳しいから、点検でねまたこういうみんな外して やるのに、うちの、あ、じゃあ値引きでやつでやったらもうそれこそうち大変になっちゃう、そうじゃない車両に関してはちょっと高くなっちゃうね、はい、そんな感じで、あと状態見てね、うん、これはね、まあ、点検いらっしゃるんですよね、点検してほしい、ね、そうやってほしいっていうことはね、うん、だけどやっぱりちょっと金額的にね、それなりいただく感じになりますから、それでもよろしければうちにね出していただけると思うんですが、はい、ね、まあ、うちで買っていただくっていうのもね一つのあれなんですけど、なかなかねそれは難しいですから、はい、やっぱりねお好みの車両がなけりゃ買うにも至らず、まあ、遠方の方だったらどちらも、ね、関係ないしね、うん、うちで買うメリットは何もないみたいな感じで、バイクはね近くで買うね、近くでって
考えてる方もいらっしゃると思いますけどね。まあそうですよね。メンテナンスのことを考えてね、自分でやる方だったらね、やっぱその車両が欲しいっていうのは遠方しかないってね、それ買ってビジネス形態じゃないですけど、まあ、うちはそんなねビジネスなんてあれじゃないですけど、これほら会社経営でねやってるところとかね、でやっぱりインターネット遠方でもね、通信販売じゃないですか、あと配達したりね、遠方でもね、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、お店もね、うん、やっぱり大きくなってきて、ちゃんとね、会社経営 で従業員もいっぱいいて、うんっていうような形態を取ってくると、なかなかそういう商売っていうのは、やっぱりね、うん、やっぱり常にまた来てもらうっていうね、うん、通ってもらう、整備とかもね、出してもらって、でそれでね、メンテナンスもしてみたいなね、はい、そういうのがやっぱり重要なのかなとかね、思うんですけど、となりますと、汚いね、やっぱり汚れはさすがにね、いっぱいついてますよ、うん、ただやっぱりきれいになる、うん、拭くだけでだって片付きで拭き取れるから、これは大きい、アングル良くない、もっとねこっち向いてやりたい、ね、負担かかる、素晴らしいよ、ね、ブリスムだね、どうしてみんなやらないんだろうね、これね、なんか問題があるのかな、やるとダメなのかな、ブレーキにグリスを塗っちゃいけないとね、なんかいろいろ理由があるのかもしれない、うん、全部グリス塗っちゃいけないと大丈夫ですよ、車体も全てエンジンもね、腐食しないように、腐食しちゃうもんだって、アルミとか腐食してくるの嫌じゃないですか、さあ、そんな感じでですね、ちょっとね、はい、やってますが、うん、あと後ろもね、ブレーキやって、あとこれ、まあ、面取り、新車の時にやってますから、あとまあここかな、ここのとこだと、ここはちょっとしか削ってないから、もう少しね、入れてね、うん、そうですね、はい、キムコのね、6、3ピストン用の、パッド、長いね、長い、当たってるのもあると思いますけど、1、2、3ってね。ちなみにですね、125はこれ ABS なんで、前にいるとこ3つとも全部こう動くんですよ。ABS 全前後連動じゃないから。で、125は前後連動で同じキャリパーがついてます。同じキャリパーなんですけど、前後連動だから、どういうシステムかというと、後ろを握ると真ん中が、後ろの2つと前の真ん中が出るというような仕組みだったかと思います。で、これ見ると、ここに初めからこうあるんですよ、3つ。こう、ね。取り付けるようなあれが、そういう作りになってるんですよ。そう。だからどっちも対応してるっていうね、このキムコの3ポットキャリパーね、はい、のようでございます。はい、ということで、うん、あとじゃあ組み付けてね、はい、終わりにしたいと思いますね。はい、まあなんとなくね、なんなのかっていうと、それでほらキムコのねあれをまあ販売店やってなきゃもちろんあれですけど、うん、もう流れとしてね、日本のメーカーは小さいお店にはもう卸さないっていう。そういう感じなんですよ。そう。で、販売店減らすっていうね。だから、要は新車を販売するときに、もう日本のメーカーでも売れないっていう、うん、そういう流れになってきてるんですよ。特にちっちゃいお店ね。だからうちみたいな、個人店みたいなところはね。うん、だからまあ、ホンダ、ヤマハ、あと、まあ、川崎はまあ昔からそうでしたけど、そういうところはもうできない。だから、ホンダすらもうやれなくなってきてるんですよね。うん、っていうか、そうしようとしてるみたいです。3分の1に減らすって言ってましたから、はい、販売店を。だから大手さんだけ残して、で大手さんだけでもう賄えるんですよ、販売台数は。そう、新車の販売台数っても限られちゃってるんで、だそれは大手さんだけでも賄えるから、個人店がわざわざ売る必要ないですよね。で、お宅どれぐらい年間売れるんですか ?10 代ですか ?20 代ですか ?30 代ですか、いや、100台以上売っていただかないと困りますよ、みたいな感じなわけですよ、要は。そうじゃないとちょっと、あと最終的には個人事業主ですか、ああちょっと無理ですねっていうことになってくるんじゃないですか、うん、そういうところまで行くんだなと思いますね、はい、まあ、今もねほら ETC とかが個人事業主だと取り扱いできないんですよ。だから ETC を初めから標準でつけてる車両とかあるじゃないですか。そうするとその車両は扱えないんですよ、 ETC 取り扱いでいないと、うん、だからそのために法人化するっていうね、法人化したっていうところもありますからね、扱えなくなっちゃう、扱いたいからっていう、まあ扱いたいからって言った方がいいですね扱いたいからって言った方がね、前向きでね、うん、
そういうのもね、あってね。で、そうすると、やっぱり海外のメーカーしかもうね、まあ、新車売らなきゃいいじゃないっていうわけにもいかないでしょ。中古車だけでも中古車すごい高いから。今ね。で、やっぱり安心感ないしね、中古車ね。新車に比べたらね、新車はほら、メーカー保証があるから、何かあった時にはね、メーカーが対応してくれるんですけど、中古車の場合は、まあ、一つ一つコンディションも違うし、で、それを仕上げてね、売るって。で、結局、新車を販売していれば、乗り換えで中古車入ってくるじゃないですか。そういうのもないしね、中古車なかなか。中古車から中古車乗り換える方ももちろんいらっしゃるんですけど、やっぱり新車に比べれば少ないような気がしますよね。まあ、そういった部分とか、まあ、いろんなのがあって、ちょっとね、流れとしてね。そうすると、まあ、キムコとかに回ってくる可能性はありますけど、流れてね。あと SYM、あたりですか。そういういわゆる一般的な、スクーターとか、街乗り用のものをね、売ってるところっていうとね、あんまり特殊な車両だとね、趣味性の高いものだと なかなか難しいでしょうから。まあ、ただ受け皿があるのはいいですよね。そういう意味ではね。まあ、日本のメーカーがね、もうだんだんそうなってきて、まあ、わからないでもないんですけど、自分がね、その立場だったらね、そうしますよね。販売店3分の 1？ 10分の1でいいよ。もうドリームと、あと、まあ、ドリームちょっと増やして、あとは、大手のね、それだけでいいよ。あとはもう、みんな切る。みたいなね。で、条件出して、ね、その条件クリアできなかったら、みんなもう、次年度からは、契約しないっていうね、やり方。私が向こう、そこの社長だったらね、それぐらいのことやるかもしれないですね。それでも、魅力的な車両をどんどん導入していけば売れるんだから、それでも売れるからね。そんな限られた数の中で、ちゃんと利潤を上げていく。で、事務的なそういう無駄を省いていくっていうことだと思うんですけど、その何千店舗もあってみんな取引してて、いちいちそんなのやってたら大変だから、それをね、何百店舗ぐらい、まあ、1000店舗ぐらい減らして、で、やるっていうね。で、ほら、どっちにしたって整備はどこの店だってやってくれると思ってるから、メーカーは。うちの車両だったらどこでもやるから。だから、小さなお店がみんなもうやらないって言ってくれればいいんだけど、そしたら、まあ、メーカーも考えでしょ。いやー、困っちゃうな。どこ行ってもやってくれないんですけど。いや、買ったお店に行ってください。いや、だから買った店はもう3ヶ月待ち、4ヶ月待ちなんですよ。そうなっちゃうとまずいから、ね、それだったらもう、どっか、どこでもってね。でも、いや、俺は、うちはもう、そこのお宅のやらない。ね、そういうふうになってくれればいいけど、さすがにそうはならないでしょ。いくらなんでも。ね。でも部品を下ろさない。で、逆に部品を下ろさないとか、そういうふうにやってるお店もある、メーカーもあるからね。もしくは、まあ、もう別に下ろさないわけじゃないです。売ってますよ。買えますよって言って、すっげえ時間かかる。そういう、メーカーあるじゃないですか。あれはもう、完全に自分たちだけでやろうっていうね。すごいですよね。それでも魅力があるから、その乗りたいですもんね、そこのメーカーのやつね。男だから。男はあれ乗りたくもって思っちゃうもんね。私は男じゃないから乗って。 何の話なのね。缶じゃないからね。ないですね。缶のあとあります？ KLX が 缶らしくないなって。余計なことはね、そういうことでさせていただきまして、 CT250 ね、これでシティと言いますね。シティ街中で使うね、フラットフロア。これが、このスクーターの多い売りです。日本のメーカーじゃないからね。250で、これ。125でこの大きいやつでもないから。ぜひ、キムコの販売店ないんだよな。もしね、気になる方は見ていただいて、ね、気に入ったら買っていただければなと思いますよ。ね。お値段はそれなりにしますけど、まあ、それなりのものですね、やっぱりね。これだけのものだから、それぐらい、その金額はね、まあ、当然かなと思いますけどね。装備も、新しいからね。LED になってたり、ね、そういうのもいいですしね。で、なんといっても LED で心配なのは、切れたら困るじゃないかっていう話もあるんですけど、なんといってもメーカー保証3年ですから、これはいいですよね。2年だとね、なんか不安なんですよ。ちょうど2年過ぎたあたりからなんですよ。まあ、乗り換えちゃう方はいいんですけど、ね、やっぱりもっと乗りたいなっていうね、方にはね。